リード・マイケル・ブリニアクは、アメリカ合衆国、ルイジアナ州アセンション群、セントアマント出身の元プロ野球選手。右ト左だ。2004年の MLB ドラフト2巡目で、タンパベイ・デビル・レイズに入団。2007年には、ベースボール・アメリカ市から、マイナー全体で17位の有望株に選ばれた。2008年7月4日のカンザス・シティ・ロイヤルズ戦で、 メジャーデビューを果たした。2010年は主に二類種という劇種のポジションで、自己最多の113試合に出場。2011年は打撃不振に陥り、デズモンド・ジェニングスの昇格に伴い、7月22日にトリプル A 級ダーラム・ブルーズへ降格した。ジャスティン・ルジアーノの故障者リスト入りにより、8月11日に再昇格するも、 打撃は最後まで低調なままで打率。193、オプス、448という目を覆う結果に終わった。2013年1月14日に、金銭トレードで、コロラドロッキーズへ移籍した。5月16日に、ディエフェとなった。2013年5月18日に、金銭トレードで、ニューヨークヤンキースへ移籍した。6月21日に、ディエフェとなり、 6月25日に FA となった。27日にロッキーズにマイナー契約で復帰した。ロッキーズへ復帰後はメジャー出場はなかった。2013年11月19日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。2014年5月9日にフィリーズとメジャー契約を結んだ。オフの10月に FA となった。2014年12月6日に マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結んだ。2015年開幕を参加のトリプル A 級ニューオーリンズ・ゼファーズで迎え、4月13日に昇格したが、5月8日に DF となった。その後はトリプル A 級ニューオーリンズでプレーし、オフの10月5日に FA となった。2015年11月5日にアトランタ・ブレーブスと、 マイナー契約を結んだ。2016年の開幕は、参加のトリプル A 級グーイネットブレイブスで迎えたが、5月2日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。5月27日に DF となり、30日に40人枠を外れる形でトリプル A 級グーイネットへ配属された。10月3日に FA となった。 2016年12月9日にヒューストン・アストロズとマイナー契約を結び、翌年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年はアストロズ3回 AA 級フレズノ・グリズリーズで110試合に出場し、打率。251、13本塁打、52打点の成績を残したが、オフの11月6日に FA となった。 2018年1月31日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加していたが3月24日に自由契約となった4月21日に独立リーグアトランティックリーグのニューブリテンビーズと契約した7月に現役引退を表明して退団した2020年より ニューヨークメッツ参加 A 級コロンビアファイアーフライズの監督に就任したが新型コロナウイルスの感染拡大によりマイナーリーグが開催されなかったため実際に指揮を取ることなく対談した2021年よりメッツ参加 a 9セントルーシーメッツの監督を務めるありがとうございます